はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパテラです。今回は、修正後にね、新たにできるソロの車両から車両へ、カスタムなどをね移す、グリッチとなります。まずは招待限定セッションから開始します。そして出現位置またはそのセッションで一度ね地下基地に必ず入ってください。これに入ることで左十字キーが比較的ね、聞きやすくなるかなと思います。なのでね、これ必ずね地下基地に一度入るか出現位置地下基地にしといた方がいいですね。では今回自由照準でやってるので、地下基地を出たらアリーナの近くのねジョブトリガーをここで四角丸で開始します。でジョブのロビーに行ったら、PS ボタンからねパパテラフレンドコミュニティなどを利用して、これフレンドじゃなくてもコミュニティに参加していればただいまプレイ中の人から、セッションに参加というのを使って照準違いのワープというのを使います。ただいまプレイ中の中から10分ぐらいねプレイしてる人をランダムに探します。でその人に一度参加してみます。ホストしますかと出たらホストスロー選んでください。で最初の警告出たら PS ボタン素早く2回押して同じ人にもう一度ね参加します。で注意画面が出たら×です。これ注意画面が出ないとダメなので、注意画面が出るまでねいろんな人探して、注意画面出たら×でワープです。また照準違いのワープね、ちょっとね不安だなできないなっていう人は CO バザードでね普通にアリーナに移動すればいいです。必ずその招待限定セッションの中で一度地下基地に入ります。でアリーナの中に入っていきます。では最初にねジェロに、仕事のリクエストしてください。これはジェロのジョブ、これを一度でもねクリアしていればジェロにね仕事リクエストねすることができます。そして、カスタムショップ整備士3人いる状態です。ワークショップフロアですね。そしてこれラットトラックというアリーナの、車両の中で左上にあるやつかな、赤いやつですね。これをね購入しといてください。まあこれがやりやすいっていうだけです。他でも一応できなくはないです。ではこの車両から一度降りてもう一度ラットトラックに乗り込むと左上に2つの、カスタム項目というかね、保管庫に戻すとカスタムするのが出ます。でこの車両に乗り込んだ時に右十字キー若干早めの R2 を同時押しで 0.5 秒後に左十字キーです。これをタイミングよくやります。右十字キーとR2 はほぼ同時押しなんですが、右十字キーの方が若干早めです。なので音で言うとトトントトンっていう感じで、最初のトが右十字キーで、次のトが R2 で、次のトンのンが左十字キーって感じですね。では車両から一度降りてもう一度乗り込んでエンジンがかかる瞬間ぐらいがね結構ね成功しやすいと言われてます。しかしねエンジンかかった状態でもできます。右十字キーと R2 をほぼ同乗しの右十字キー若干早めの 0.5 秒後に左十字キートトンっていうスピードです。で成功するとこのようにカスタムショップに入ってくるような映像となります。でこうなればね成功です。トトンのタイミングを映像で言うとこんな感じとなります。トトンっていう感じです。このスピードでやるような感じで、最初のトトの時は右十字キーが若干早めの R2 ほぼ同乗しって感じです。ではこのラットトラックに乗り今度は左十字キーを押して保管庫に戻すを押します。しかしこのラットトラックねさっきバグった状態になってるので戻してもまた元のカスタムショップにあるような状態で、これ今ねカスタムショップには車がない判定になってます。なのでバグらせることができます。では車両の元となる車両、例えば、ベニーズのね AG レトロカスタムとかベニーズホイールがついてるとか、または元のカラーがついてる、ナンバープレートがちょっと変わったのついてるとか、緑ガラスがついてるとか、そういった車両をね右十字キーでカスタムショップに入れます。でこの時にラットトラックが吹っ飛んじゃって乗れなくなっちゃったらこれちょっと困るので、一度ねこのエレジーレトロカスタムから降りてください。でラットトラックをこれねどうにかね乗れるような状態にしたいので、
じゃあ LG レトロカスタム、左十字キーで元のカスタムショップからガレージへ戻します。そしてもう一度ね、右十字キーを押して、この時 LG レトロカスタムがラットトラックにぶつかって、元の位置とかね、乗れるような位置に戻っちゃえばいいんですけど、このようにあまり小さい車だとね、戻せない場合があります。じゃあこういった時はどうすればいいかというと、 LG レトロカスタムをまたカスタムショップに戻します。そしてアリーナの車両で一番ね、大きくてカスタムショップをね、こう狭くさせる状態にできるケルベロス、これを一度右十字キーでカスタムショップに入れます。で、このケルベロスがラットトラックに当たって、ラットトラックがね、ひっくり返っちゃえば OK です。ラットトラックがひっくり返ってない人はここのね、ケルベロス使わなくて大丈夫なので、ちょっとね、手順はすっ飛ばして大丈夫です。ではラットトラックが元に戻ったので、ケルベロスはもう、必要ありません。で、次にいよいよ元となる車両をカスタムショップに入れていきます。右十字キーでカスタムショップに元となる車両を先に入れておきますね。そしてこの元となる車両を今度ここのカスタムショップに固定させちゃいます。で、その代わり今あるラットトラックを左十字キーで保管庫に戻すと。必ず元になる、ね、車両を、ね、先に入れておいてください。で、ラットトラックと引き換えにするっていう感じです。こうすることで今ラットトラックの代わりに LG レトロカスタムがカスタムショップでもう固定された状態になります。ではベニーズホイール装着したい車両を右十字キーでカスタムショップ入れていきます。で、今回ね、結構車種によって重なり方変わります。今まで重なったらフリーズはしなかったんですけど、今回変な風にフリーズするようになってます。こんな感じになります。で、フリーズした状態によってはワープで上の車両に乗れない場合があります。なのでそういった時は上の車両を元のね、カスタムショップに戻したりして、またね、そのフリーズした状態がワープで乗れるような状態をちょっとね、探ってみてください。まず元となる車両に乗り込んでカスタム1箇所変更して、このカスタムショップでこの LG レトロカスタムをね、最後に触っていたんだよという記録を残します。で、次に装着したい車両にワープで乗り込めるのを確認してください。この時どうやってもワープで乗り込めない時ってもね、あります。そういった時はもうね、入れ直した方がいいです。なのでこのね、上に乗っかってる車両乗り込んで左十字キーでカスタムショップからガレージへ戻します。そしてもう一度カスタムショップに入れます。本当に車種によって重なり方、バグり方は違います。では、上にね、この車両がまた同じような感じで重なってるんですけど、ワープで乗れるかどうかを探ってみてください。まず車両から降ります。車両から降りて、だいたいね、重なっている後ろとか前とかからね、乗り込もうとすると結構ね、ワープで乗れたりする時あります。ではカスタムショップで最後に触っていた車両がこの車両だよと記録させるために、 LG レトロカスタム元となる車両を1箇所カスタム変更して車両から降ります。で、装着させたい車両にこれからワープで乗れる場所探してください。だいたいこんな感じでワープで乗れるとこ、どっかしら重なってて変な風になってればワープで行けるとこあります。で、携帯からね、ゼロのジョブ開いておき、オプションを長押し、離した 0.5 秒後ぐらいに丸で、ピコッとなってオプションが開ければ OK です。オプション長押し、離した 0.5 秒か4秒か3秒ぐらいで丸を押すと、ピコッとなった状態でオプションが開ければ OK。 この時ジョブが開いちゃったらやり直します。ではもう一度やります。ワープできる場所に立ち、携帯で大きく画面を開き、オプション長押し、離した 0.3 秒とか 0.4 秒とか 0.5 秒後に丸を押すと、ピコッとなった状態でオプションがパッと開ければ OK ですね。で、この状態からジョブ、ロックスターゲーム作成、で、ミッション、タイタンジョブを普通に開きます。ジョブのロビーに行ったら、今度はこのジョブのロビーを退出します。退出するときにロビーで1回×を押します。で、次の
確認の画面、ここから丸を押した瞬間に左十字キーと三角を連打です。左十字キーと三角を連打、そうすると一瞬カスタムショップからねガレージに行きロビーが開いてロビーをやめます。でこの状態セーブされてないのでもう一度車両に乗り込みカスタムショップにこの車両を入れます。カスタムショップに一度入れたら何かね一箇所変更してください。まあ、ナンバープレートとか窓とか、ボディのカラーとかねそういうのはねあんまりいじくらずにアーマーとかブレーキとかね、まあ、あまりね当たり障りないようなところ、カスタムするといいと思います。モッド車両とか使ってる場合はですね、あとライトなど変更とかそんな感じでいいと思います。であとはこの車両を保管庫に戻せばセーブがかかる状態です。ではこの車両元に戻していきます。で連続で、このねエレジレトロカスタムをずっと元にした状態で、他の車両にどんどん移すこともできます。またこのエレジレトロカスタムがさっきのラットトラックと同じ役割をしているので元となる車両もずっとね変えながら固定することもできます。では次違う車両ルーズベルトをね重ねてみます。で車種によってはこのね重なり方がね結構バグってるのがあります。完全に上と下で分かれてればいいんですがこのように混ざってる時あります。これね注意ですね。必ず乗り込んでハンドルとか切ってみてください。で動く方が今乗ってる方ってことで今エレジレトロカスタム乗ってるのでこの車両を一箇所カスタムしてカスタムショップでエレジレトロカスタム最後触ってたんだよっていう記録を残します。で前からね三角を押してみてハンドルね切ってみます。それでルーズベルトのね、ホイールがねこうやって動きました。なのでここから乗ればルーズベルトに乗れると分かるので携帯からジョブで大きく開いておきオプション長押し離した 0.5 秒から 0.3 秒以内に丸でピコッとなってオプション開ければいいんですけどジョビが開いちゃった場合は、退出します。で携帯大きく開きオプション長押し離した 0.3 秒ぐらいで丸ピコッとなれば OK ですけどまたならない。じゃあもう一回ねジョブを開きます。これね音の設定コントローラーの音量を大きくしとくと分かりやすいですね。でオプション長押し離した 0.5 秒後に丸ピコンとなってはオプションからオンラインジョブロックスターゲーム作成ミッションタイタンジョブを開きます。ジョブのロビーに行ったらこのロビーを退出するために×を1回押します。で丸を押した瞬間左十字キーと三角を高速で連打します。両方ね連打します。でジョブのロビーを退出してまだセーブがかかっていない状態なのでここで三角で乗り込み1箇所ね変更していきます。元となる車両をエレジーレトロカスタムとかにしとけばいろんなねベニーズホイールをね、履き替えることができます。で固定する車両このエレジーレトロカスタムも他の車両に変えることもできるのでこれでね柄とかね作る人、ホットリングセーバーとかね使うとかファントを使うとかそういったものにもね多分使えると思います。またね車種形によっては重なり方ね結構違うのでやりづらいもの出るかもしれないんですけども何と何でねうまくできたよとかこれとこれはちょっとやりづらかったよとかあればコメントしてみてください。まあこんな感じでソロでできるのでよかったらやってみてください。